はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、昨日の動画でのね、コメントでね、いただいた文があるんですけどもね、白血病以外のお話が多いので参考になりませんとね、いただいたのでね、ちょっと、ね、反省しております。まあ、確かにね、その病気とかというその大きな括りでね、最近はその話したくなることが多くなってきているので、白血病のことをね、聞きたいと思って見に来てくれている方にはね、何の情報にもならないのですよね。すいません、本当にすいません、気をつけます。でですね、コメントいただいたタイミングでね、こんなことが起こるのかっていう感じの、改めてのその自分の体のことをね、再確認できた現象が昨日にありましてですね、僕はそのつい先日にね、その骨髄移植をしてから、めでたくね、1000日目を過ごすことができたんですけどもね、白血病のね、治療のためにね、数々のね、抗がん剤を経て、体の中にある全ての免疫機能をゼロになってから、それやのにですね、その何もしてないのに、ただ無菌室で寝てるだけなんですけどもね、襲いかかってくる副作用で、入院中は各臓器にね、障害が出て、正直もう二度とね、経験したくないような悲惨な経験をしました。そんな状態で、骨髄移植をするとなるとですね、今度はドナーさんからもらった骨髄細胞によって体は拒絶反応を起こしてね、同時にその骨髄細胞のこのうちのね、もらう細胞の免疫力によってね、起こってしまう GVHD でね、抗がん剤によるその副作用と同じような強烈な障害にね、また全身をね、襲われてたんですよ。で、骨髄移植をするとですね、体の中でだけではなくですね、全身のこの皮膚表面、体の表面にまでね、障害が出て、もう目も開けられなくなるほどにですね、もうガサガサでボロボロの皮膚になってしまいます。ほんで皆さんもよく耳に塞えると思うんですけどもね、抗がん剤をすると髪の毛が抜けるという、ね、脱毛の現象がありますよね。あるいはね、もう当事者として意見をすると、僕は美容師なので、他の患者さんよりはそれなりにこう受け入れる、受け止めれるのかもしれませんけどもね、残酷な言い方をね、あえてしますけどもね、こう見た目が悪くなるだけであってね、見た目がほんまに嫌になるだけであってですね、精神的に参ってしまうだけでね、実際には痛くも痒くもありません。症状としてはね、もう大したことないんですよ。むしろね、その周りの目を気にしてしまうだけの話なのでね、自分が気にしなければぶっちゃけどうってことはありません。でもそうは言うものですね、その痛みやね、痒みっていうのがね、ある程度体からこう収まってきてですね、退院するできるぐらいのね、体調に戻ればね、やっぱり髪の毛でその起こるその見た目っていうのはすごく気になります。そして今でもね、僕が続いている GVHD の症状をね、もう抑えるためにですね、免疫抑制剤というのを飲んでるんですけどもね、その副作用で脱毛があります。それによってね、その僕はまだまだ髪の毛が思ったよりも元に戻ってません。もうね、ちょっと恥ずかしいんですけども、分かってもらえるためにね、見てもらいます。おでこがね、すごい剥げ上がってるというかね、こういう風な感じでね、剥げ上がってきてるしね、こう頭頂部にかけてもね、すごくね、薄く見えるかな、薄くね、なってるんです。もうこの薄くなったままやしね、もうこう触るとね、こうすごく頭皮がね、ものすごく近いんです。でもほんまに痛くも痒くもないんですわ。心は痛いですけどね。これはその血液内科ではね、その治療してもらえません。痛くも痒くもない症状やね、その急を要しない症状というのはですね、どんなにその病院側に相談してもですね、そのうち入ってきますよとか、もうちょっと様子見ときましょうか、見といてくださいよとかっていう感じでね、こう済まされるのがね、実は現実なんです。そしてその他にもですね、僕はその今はね、その目と口の中の、ね、粘膜障害がまだ収まってないんです。目はね、今5種類のものね、目薬をさしてますけどね、相変わらずね、何の変化もありません。今もこっちの目がすごいね、乾燥してパッサパサなんですよ。で、口に関してはですね、先ほども言いました粘膜障害のね、口内炎が治りませんし、でそれのその上にですね、これもね、その免疫抑制剤のね、副作用もプラスされてしまったね、唾液が少なくなってすぐに乾燥して虫歯がずっとこう増えていて、一度ね、その治療した歯もですね、また痛くなってきました。それでも毎日歯磨きをしてますしね、その歯間ブラシも糸ようじも使ってね、ケアをしてますけども、乾
変わりません。でもまあ入院中からね比べたら、まあ多少はね口内もねマシになってきてますのでね、まあこれぐらい回復してきてよかったなと思ってるんですけどもね。あのでもまあね、その昨日の夜にですね、その歯磨きをするときにね、もうこれ以上ほんまにね虫歯を増やしたくないと思ってね、禁じていたのを歯磨き粉をね使ってみたんですよ。でまあ念には念をということでですね、そのもちろん刺激のないタイプを使いました。歯ブラシにね、この5ミリぐらいチョンってね、少量出してですね、まあ、前歯からこう、ってこう歯磨きをこう磨き始めた時はね、まだ良かったんですけどもね、この下唇にですね、この歯ブラシのね、歯磨き粉がチョンって当たった瞬間にね、さーっとね、爽快感とともにね、激痛が走りました。そしてね、まあ、痛がって口をうんってこう閉じたらですね、その歯茎にべっちょりついてね、さらに激痛でね、もう悶絶ですよ。しかも、口内炎の患部ではないところなんですわ。僕の口内炎の患部ってもう主にこの、ほっぺたの内側の奥の方なんですよ。というかね、まあ、ミントやメンソールやハッカといったね、その味のついてないタイプを使ったはずなんですけどもね、もう僕の粘膜にはね、まだまだ早すぎたということなんですよね。そういえばね、まだそのお醤油やね、焼きそばソースもそうなんですけど、まあ、お酢やポン酢に至ってもですね、味の濃いものというのはね、粘膜への刺激物としてかね、思えないのでね、まあ、きっと歯磨き粉もね、まだまだ使えないんでしょうね。なのでね、きっとその液体タイプでもね、使えないと思います。なんかあるじゃないですか、モンダミンとかね、あのリステリンとかあるでしょ。昔ね、マイク・ベルナルドかな、あの K-1 ファイターがね、あの、お口すっきりみたいな感じでなんかやってましたよね、コマーシャルね、覚えてますわ。という感じでね、このようにですね、満足にケアもできない体でございます。まあ、今回のこのことはね、まあ、僕のミスでね、再確認ができたということなのでね、まあ移植して1000日経ってもですね、それなりにまだ症状は残ってますよというお話でございました。今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。